します。ぎゅうぎゅうです。全然入らないからな。なんでこれはいいんだ。空気っす。いけるかな。はい、入ります。皆さん顔隠れないように避けてください。はい、撮りますよ。はい、撮ります。はい、続けて撮ります。はい、撮ります。これでか。そうです。はい、はい、もう一回いきます。はい、撮ります。ちょっと多めに取っといて、絶対目つぶってるから。この人数いるとあれですね。はい、取ります、はい、もう一回いきますね。はい、反応が。はい、取ります。はい、オケの全然いつもより大きな声で、はい、では、お席がいただきたい。お邪魔してください。一人で生きてる人なんかいない。必ず誰かとつながっている。愛されていない人なんかいない。ただ知らないだけ。人と違うことは素晴らしい。戦わない勝利。それは誰にも真似ができない自分らしさ。誰かと戦うことじゃない。比べるものでもない。本当の自分に会うためのレッスンは自分の中にあります。一人では分からなかったことも巡り合う人たちが見せてくれる。心のままに今日という一日もあなたが輝く日へ続きます。クリスタルイズム、100の音を奏でるクリスタルタイム。毎週金曜日10時からの2時間。どこにもない、今までと違う、誰もやらなかったスパイシーな番組です。ハートフルで魅力的な音楽と言葉の世界。メインパーソナリティは下町エレガント大使キリンがご案内いたします。そしてパートナーはワンワンマームのミッチーナ。はい、福岡見てのんばんでワンワンマームの私がサポートさせていただきますよ。いつだって盛りだくさんなクリスタル。みんなができることで支え合う。できそうでできないことを全部やってしまうのもクリスタルスタイルの一つですね。なんで息の声で喋ってるの？2週目はもう華やかさがもうここまで来てるからね。キリンさんは目立たないってなかなか今までなかったですね。2週間前にさ、はい、ここは黒っぽいものを着てくるって心得てるんですよって言ったから、私ちゃんと選んできたら派手な方で、あ、なんかね、最初だけね、一番最初だけ、あ、様子が分かったんで馴染んだ方がいいなと思って、 あれってことだと思って馴染んだ方がいいなと思って、華やか組と命名しようかね。そうです ね、 いいね。なんか嬉しくて、あ、こんなキラキラとかこんなヒラヒラとか ね楽しみございます。そして今日はちょっと移動したりとかいろんなことがあって、うん、こちらがこうしてごちゃごちゃってミックス状態、ミックスジュース状態でね、はい、パッ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 いきますので、ね、そうなんです。大きなごちゃ見ちゃいけない。でもこの上でやめてもらえるね。お休みをお出しさせてお休みで申し訳ございません。たっぷり楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、それではスタートします。降っても晴れても一日の始まりはクリスタルから。できたよ、よろしい。はい、それではコーシールズさんのコーナーです。おはようございます。おはようございます。あなたの相談をお願いします。シンガーソングライターの崎山です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日のテーマなんですけども、はい、前にお話ししたかもしれないんですけど、はい、友達が今度結婚することになって、その時に歌を頼まれた、はいはい、だけど歌に自信がない、はい、そういった時の対処方法ですね。はい、今日お話をしたいと思うんですけど、はい、2つに分けてお話したいと思うんですけど、はい、1つが選曲ですね、はい、曲を選ぶ方と、もう1つが、もう1つがですね、はい、歌い方ですね。そちらの2つに分けてお話をしたいと思うんですけども、はい、まず選曲なんですが、はい、メロディーの上下動の幅が少ない曲をぜひ選んでください。どうしてかというと、はい、いきなり音が飛んだりとかすると、うん、音を外しやすいというところがあって、まあ、もちろん好きな曲とかあるとは思うんですけど、はい、上下動が少ない、幅が少ないのを選んでいただくと、うん、音を外す確率が下がるので、はい、ぜひそれを選んでいただきたいんですね、はい、
それから2つ目なんですけど、曲の構成で A メロ B メロの後にサビが来るパターンと、サビから始まる曲のパターンがあるんですが、いきなりサビから始まるといきなり最初からテンション上げなければいけないので、 A メロ B メロから始まる曲を鳴らしがあって、そう鳴らしがあってだんだんテンション上げていって、サビに行くという形ですね。そういった曲を選んでいただきたいんですね。それからジャンルなんですけど、バラード好きな人いらっしゃいますよね、ですがバラードはすごく難しいんですね。なぜかというとバックの音がすごく静かで、歌唱力を要求されるので歌えなきゃいけないというところがあるので、バラードは避けていただいて、ポップス明るめの曲とかで、スピードが速い曲ですね、そちらをぜひ選んでいただきたいと思います。おすすめの曲とかってありますか？そうですね、例えばバタフライとか、とかもいいと思います。はい、そういうのもいいですし、そういうのも歌っていただければと思います。はい、それから歌い方についてなんですけれども、歌い方ですね、どこを見てまず歌うかってとこなんですが、例えば披露宴の会場がありました、その時に、会場の一番後ろの方いらっしゃると思うんですけど、そこの方に、話しかけるようにぜひ歌っていただきたいと思います、どうしてそれがいいかというと、そうすると非常に歌ってる時に、堂々とした感じに見えるんですね。ですからそういった感じで歌っていただく。それから歌い方2つ目なんですけども、こちらが、サビ と、先ほど A メロ B メロっていうふうにお話をしましたけれど、そこで温度差を出してほしいんですね。A メロ B メロの方はできるだけ小さな声で、例えばささやく感じで歌って、サビのところに来たら少し大きな声で歌うっていうふうにすると温度差ができるので、そういったことで、メリハリをつけて、いただきたいと思います、一応その歌い方と、それから選曲の部分ですね、そちらを心がけていただきたいと思います。あとそれからそういう時、結婚式で歌う時は結構緊張してしまうと思うんですけど、その、緊張をほぐす方法も今ありますが、本番直前でやっていただくのは、手足をブラブラさせて、筋肉を緩める筋弛緩運動というのと、あと冷たい飲み物を飲んでしまうと緊張しちゃうんですよ、ですので、本番の前に温かい飲み物を飲んでいただくことと、これが裏技なんですけど、温かいおしぼりを額とそれから首の後ろに当てていただくと、非常に、気持ちも落ち着いていきますので、なかなか本番直前に上がっちゃう、歌の前に上がってしまうという人はですね、そういった部分もぜひ、気をつけていただければ。体を温めるということですね。そうですね、体を温めると非常に緊張もやられますので、そうしますと非常に思ったような歌が歌えると思いますので、ぜひそういったことを心がけていただきたいと思います、ありがとうございます。これから秋の応援シーズンまで間がありますので、練習するのにいいかと思います。続いてのコンシェルジュさんお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。兵庫県姫路市でシャーリーアグという革製品のブランドを立ち上げております、シャーリーの長谷川彩乃と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日はですね、革の楽しみ方をですね、ぜひ、皆さんにお伝えしようと思いまして、こちらの何かいっぱいお持ちいただいたんですね。お財布をですね、ちょっとお持ちしてみました、ぜひですね、お手に取ってご覧ください。それぞれですね、シャーリーアミの、特徴なんですけれども、まず表 の、 革の素材が全部違うんですよ。なので手触りが全然違うんです。そうですね、触ってみていただくとよくわかるんですけども、とても滑らかでしっとりしたものから少し何ですかね、男らしくちょっとガサツな感じのものを組み合わせて一つの商品として出してるんですけども、シャーリーアミというのはやはり革の特性ですね、っていうのをとても大切にしてまして、例えばこちらの、オイルレザーというブランドなんですけれども、オイルレザーを含んだものはとてもしっとりとした持ち具合で、男性とも女性ともとても好まれるんですけれども、例えばこういう
ちょっとがっしりしたあのゴツッとした形の皮の表面っていうのもすごくあの男性の方は心惹かれる魅力的な商品にも映りますし、はい、でこちらのとても滑らかな皮の手触りのものも用意しております。でこちらの3点を並べてみたときに、あ、これがいいな、このカラーがいいな、この手触りがいいなと思ってもうワンポイント見てほしい部分があるんですが、それは実はこちらの皮って天然素材なんですよ。で1頭の牛っていうのはもうその人間1人と一緒で他に同じ存在というものがないんですね。その牛はその牛1体だけが特別な牛で、もうその他の牛とは比べ物にならない、まあ、人間一人一人も同じなんですけれども、はい、その牛の個性がやはり皮にも出てまいりまして、例えばですねこちらの白い、はい、お財布なんですけども、ちょっとあの手に取ってみてください。もう一つ白いお財布を用意してみました。全く違いますね、表情が。そうなんですよ、表情が違うんですよ。でこういうあの微細なシワの入り方だとか、うん、手触りの質感が変わってくるっていうのがとってもですね面白い皮の楽しみ方だと思います。いいですね、はい、天然ならではというところですよね。そうなんですよ、はい、やはりあの人間でもちょっとしたあの火傷の跡とか、うん、あの転んでしまった擦り傷だとかって、うん、後々大人になっても、あ、ここってちょっとあの時怪我しちゃったところなんだよなとか思い出せるじゃないですか、うん、はい、そういうものがやっぱり皮にもこうやって残ってくるんですよ、うん、すごい。とってもあのこういうところにもですね、ぜひ注意してみて選んでみてください。なんか普通量販されてるものって規格外が出ないようにこういうのをわざと弾いて作ってるようなイメージがあるんですけど、はい、こういうふうに選べる状態の方が逆にいいですよね。いいですよね。好みがその人によって違いますから。そうなんですよ。なのでやっぱりカラーだけでもないあの人の人の楽しみ方があると思うんですよね。私このカラーのこっちとこっちだったらこっちの方がシワがちょっと入ってる方が好きだわとか、ちょっと滑らかな方が好きだわとか、それぞれですねあのお手にとってよく見ると全然表情が違うものたくさんあるんですね。やはりあの大手さんですとやはり規格を均一にするためにすごく努力をしてらっしゃるところもやっぱりあるので、はい、そこをあえて外してこういうあの一つの商品でも一つのカラーでもそれぞれが味があって選べる楽しさ。そうですね、デザインが一緒でも全く違った印象になりますもんね。そうなんですよ、うん、そこをですねぜひ楽しんでいただければなと思います。はい、ありがとうございました。チャーリーアミの長谷川綾でした、はい、ありがとうございました。すごいですね、私初めてこういう見ましたけれど、同じデザインで革が違うだけで全然印象が違うので楽しみが増えますね。はい、それでは次のコンシェルジュさんお願いします。おはようございます。おはようございます。なんか喉がガラガラなんですかね、ちょっとまだ誰とも喋ってないからかもピアフードコーディネーターの久保田貴子です。よろしくお願いします。チェさん、はい、あの25、26で岩手に行ってきたんですね、はい、ワンちゃん連れて、うん、しかも車で長旅、うん、で、ご飯をうちは手作りなので、はい、まあ、どうやって持っていくかなっていう、で私はいつも普通にしてたことなんですけど、やっぱりこの間、ちょっと聞かれて、いつもどうやって持って、あのドライブの途中で聞かれたんですね、ご飯どうしてるんですかって。であの今回は、手作りしたものを冷凍にして、はい、タッパーに入れて小分けにして持ってたんです、はい、保冷剤を入れて。であの皆さんいつもどうしてるのかなと思って逆に聞いたんですけど、はい、まあ、ドライフードの子もやっぱり小分けにして持っていくらしいんですね。ただあのいつもの癖でドライフードはドライフードだと思ってらっしゃるので、はい、その保存するあのビニール袋に入れてそのまま持って歩いていらっしゃるんですよ。ただやっぱりあの暑さとかってすごいので見せてもらったらあの油がギトギトになっちゃってたんですね。なのでそういうのもあの保冷剤とか一緒に入れて持ち歩くといいかなと思いながらあの見てたんですけど、うん、あ、小さってあれですか、まーちゃんいらっしゃる方です。あ、そうなんですね、
そうそうね、人間と一緒なので建物を持ち歩くときに、でもそうですよね、車の中って意外な、めちゃくちゃ暑いじゃないですか。ちょっとでもね、ドライで平気だと思っても厳しい感じですね。そうなんです。で、ね、2日間行ったので、まあ、1日目は冷凍もいい具合に溶けてちょうど良くなるんですけど、2日目ですね、2日目はやっぱりあの心配だったので、冷凍したご飯ではないものをあげたんですが、はい、でそういう時って普通に市販されている食べ物で、うん、ワンちゃんも賄えるので、うん、ぜひあの活用してもらいたいなと思うんですけど、はい、まあ、例えばあの、ちょっと味ついちゃってるんですけど、はい、あのゆで卵とかコンビニとかで売ってますよね、はい、ああいったものとか、サラダとか、はい、ちょっと買い込んでぐしゃぐしゃぐしゃってしてあげて食べさせてあげる。で水分が取りにくいので、緊張してて取りにくいので牛乳とかを買ってきてあげて、またそこに栄養をプラスしてあげるっていう形で、1日終わらせたんですね。でワンちゃんはもうちょっと気分が変わってるので、はい、いつものご飯とまた違うものが食べれてすごく楽しそうだったんですよ。これ何これ何みたいな感じで旅行を楽しんでる。そうなんです、そうなんです。土地のもの、あの、まあ、岩手とかだったので、牛肉も美味しかったんですね。なのでそれあの普通に焼いてあげて食べさせてあげるとかっていうこともできたので、あの手作りで遠方に行かれる方はぜひ、まあ、1日目は、冷凍して持っていく。なんかね、全体的に違うものを食べるっていうと、うん、急に食べれなくなるかもしれないですが、普段のものも欲しいですよね。そうなんです。なので一応持っていく、うん、で2日目3日目は、行った先で、うん、ごめんなさい行った先で、ご飯を買ってあげて食べさせてあげる、うん、汁ご飯も売ってますよね、普通に今味がついてない、はい、うん、あれになんかこうスープかけてあげるだけでも全然違うので、うん、ぜひあの手作りだと遠出ができないなと思ってらっしゃる方はそういったちょっとした工夫で、あの大丈夫ですよっていうのをお伝えしたいなと思って、うん、ありがとうございます。はい、はいはい、そうですね、水分と食べ物と注意しないと旅行してると余計に疲れるから、ワンちゃんも大変ですよね。そうなんです。なので、まあ、無理してね、あのその日だけいつも手作りしてるのにその日だけドライ持って行ってるんですなんていう人もいらっしゃったので、まあ、いつも手作りしてる方はそのままその感覚のままお出かけ先で、必要なものを買えばいいよっていうだけなんです。やらないように保存の仕方だけ注意していけば。冬も結局一緒なので、うん、なので季節変わらず、お出かけするときはそういうやり方がいいかなと思って、はいはいはい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですよね、ワンちゃんとお出かけするのにいろいろ荷物が増えますけど、そういう手作りのものをちゃんと持っていってあげたいですよね。はい、それでは次のコンシェルジュさんお願いします。おはようございます。ワードフラワーカルトナージュ教室を主催しております渡部由美と申します。お願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、来月8月でなんで笑ってるんですか。ここのいいものが見えたから来月8月でお盆に入りますので、はい、今日は仏花をお持ちして仏花のお話をしたいなと思います。可愛、はい、らしいですね、これまた。プリザーブドフラワーの種類に、はい、和のお花のものが多いので、はい、多いのと、あとはあの、まあ、水をあげなくて長期保存できるので、うん、最近こう、ウェディングブーケと同じくらい物価に人気があります、はいはい。で、まあ、そのお盆も近いので、うん、物価のルールみたいなものがあるので、はい、ちょっと簡単にお話をしようかなと思います、はい。お墓だと物価ってこうもともと花瓶が2個ついてるのでついにこう入れる、ね、はい、と思うんですけども、うん、実はルールとしては、はい、そのお墓と同様に仏壇にもついに置くという、まあ、ルールというかマナーがあります、はい。仏壇小さいとちょっと花瓶小っちゃいの1個しか置けないから、うん、まあ、1個にしようかなって思いがちだと思うんですけど、はい、ルール上はやっぱりついに置くことがあのいいとされています、はい。なので例えばプリザーブルフラワーのこういったアレンジも、まあ、ついに置くことをおすすめします。はい、で、まあ、2個目が、お花の入れる本数、はい、物価のお花の入れる本数は奇数がいいとされています、
三輪、五輪、七輪、はいはい、という感じで、多分まあ市販で売られてる束になってるものはおそらく分かって作ってらっしゃる方なので奇数になってると思うんですが、はい、お花屋さんで1本ずつ選ぶんであれば、うん、奇数の本数を選ぶといいかなと思います。はい、はい、でですね、最後に、うん、仏花を添える時に、はい、まあ、一番大事なこととして、はい、やっぱり仏様への、感謝の気持ちだったりとか、うん、まあ、仏様を思い出して気持ちを伝えるっていうことがやっぱり一番大切とされてるんですね。で、仏花もやっぱりもちろん成果が一番いいに越したことはないんですよ。で、まあ、それはまあ成果にエネルギーがあることと、あとやっぱり菊の花はよく使われると思うんですけども、香りが強いのでその香りが邪気を払うと言われているんですね。なので仏花に菊を使うことが多いんですけども、それを考えるとプリザーブドフラワーって香らないし、成果みたいなエネルギーもないので向かないんですよね、はい、向かないというか、まあ、成果に越したことがないんですよ、うんうんうん、だけど仏様を思う気持ちの部分を考えた時に、例えば夏にやっぱり成果は枯れるから毎日お供えできないとか、あとは例えばお年寄りの方だとそんなに水の替えができないとか、なのでちょっとお花があげられないとかっていう状況になった時にを考えると、例えば生花と生花の間にプリザーブドフラワーをお供えしたりとか、例えばもうその苦痛になってる気持ちがたくさんになってしまうと、やっぱりその仏様を思う気持ちが欠けてしまうので、それだったらばその補助的にこういうプリザーブドフラワーの仏花を使うことも手段の一つとしてありかなと私は思ってます。夏場2、3日でもうダメになっちゃうから、とても忙しい方とか年配の方なんか負担になってしまうところっていうのはあるとね、一つあるといいですよね。そうですね、その合間にね、やっぱりうちのおじなんかもやっぱり、奥さんが亡くなって男でだとなおさら大変だったりするので、そういう、まあ、男性の方にもねおすすめです。で今回はちょっと試しに、ラジオを聞いていただいた方に、はい、まあ、8月プリザーブドフラワーの物価、うん、まあ、必要な場面があったらば、Facebook で告知しますので、はい、1500円引きでご注文だったり、はい、レッスンだったりを受けたまろうかなと思ってますので、はい、お得情報ですね、はい、ラジオを聞いていただいた方々、渡部由美のフェイスブックまでお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。すごいですね、これからお盆ですからどういうのもちょうどいいと思います。では次の先生さん、よろしくお願いいたします。埼玉市で小規模保育園 VKids レールヤン保育園を運営しております、下島千佳と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。とですね、保育園っていうとどんなイメージですかっていきなり言ってしまうんですけども、そうですね、はい、うちの子供も一番初めは保育園のお世話になったんですけども、はい、認可されてないところと認定とみんな言って全然違うんですよね、規模の大きさと先生と。そうなんですよ、なんかイメージが一つにまとまらないっていう感じがしますね。そうなんですよ、で見学に今来られている方がたくさんいらっしゃって、はい、うちは小規模保育園と言いまして、2015年に国が待機児童がたくさんいるのでどうにかしようということで、はい、小規模っていうのを作ったんですけども、はい、小規模保育園っていうのは0歳児から2歳児まで、うん、これも決まってるんですね、はい、で定員が6名から19名までなんですね、うん、で、ま、今は19なんですけども、はい、今後もしかしたら21まで増えるかもしれないよっていうことで、じゃあ19名まで、うん、で認可保育園って言われてるのが60名定員なんですよ、はい、でここでも今認可小規模ってん2つ
で小規模も認可保育園なんですね、はい、でそれぞれ国の管轄というのがありまして、うん、先ほどじいさんがおっしゃってた無認可、うん、認可外ってよく言われてるんですけど、はい、これもまた保育園なんですよ、はい、で何が違うの、入るときどうしたらいいの。認可外というのはあの市町村を通さないので、はい、ご自分で選んで入ることができるんですけども、はい、認可保育園っていうのは市町村を通さなくてはいけないので、ここの保育園に入りたいよ、じゃあ出します、ダメですっていう風になってしまうんですね。でこれがよくあのニュースでやっている、あの承諾通知じゃなかったっていう、入れなかったっていうのが、まあ、そこがからくりがあるんですね。じゃあ私は大きな保育園に入りたい、第一希望大きな保育園に書いたんだけども入れなかった、うん、じゃあ第二希望ダメだった、第三希望ダメだった、これよくある話なんですよ。悲しいけどありますね。よくあるんですよね。で第一希望を書いたからほとんどが入れるわけではなく、うん、やはり市町村で認可っていうのが全部決まっているので、うん、金額が所得によって変わってくるので、うん、うちの保育園は、うん、じゃあ1人3万円にしようかなとかっていうのができないんですね、うん、いくら以上の所得の人はいくらの保育料を払いますよ、うん、いくらの人はいくらですよっていうふうになっているので、うん、もうここは選べないというのはそういうところから来てるんですよ、うん、じゃあ幼稚園と保育園の違いって何ってよく聞かれるんですね、はい、で小規模の場合は2歳児までなので、その後に幼稚園に行くっていう選択肢もあるんですけども、はい、普通に保育園っていうと0から就学時前まで、うん、大体このイメージですよね。そうですね、1クラスずつだから、うん、6クラスあって、0ちゃんの部屋、1歳の部屋っていう各先生が1名ずついて2名ずついてっていう、うん、これも実は0歳児は先生が3人に1人の 3. 点何人に1人なんですけど、子供を切り分けることはできないので3人に1人で、1、2歳児が6人に1人で、3歳児が20人に1人っていうふうに決まってるんですね。そうなんですよ。でこれ大きな保育園のあのいいところと悪いところ、1部屋ずつちゃんと分かれてるっていうのはいいところなんですけども、うん、先生がじゃあ12人だったら6人しかいないんですね、うん、1、2歳児で、はい、でもそうじゃない、小規模だと全部が見てるので、うん、19人に対して5人とかいるんですよ、うん、でこういうところもちょっと考えながら選んでいただきたいなと思いまして、うん、今日はそのようなお話をさせていただきました。先生の人数も違うってなかなかイメージがなかったですけどね、はい、私保育園の良さってなんか縦割りのイメージがあったので、はいはい、なんかそういうのも魅力かなと思いますね。そうですね、ちょっと次回そのようなお話させていただきたいと思います、はい、次回もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。保育園ってなんか身近にあるようでなかなか情報が入ってこないので、こうやって教えていただけると嬉しいですね。はい、では続きましてコンシェルジュさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。あ、編集はちょっと、はい、声をもうちょっと大きく、アドバイスいただいたので、はい、頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの夏休みみたいですね、はい、うん、あ、ごめんなさい、ちょっと面白そうだね、ランキングしてみたよ何話すのかなと思って、なんか全然わかんないんですけど、なんか最近平日でもすごい毎日お昼の時間混んでるなって思って、あ、夏休みだみたいな。そうですね、ちょっと子供連れとかね、はい、学生さんとかゆっくりランチされたりしますよね。なんか旅行行く方も多いのかなって思って、はい、ちょっとここではくだらないニュースをお伝えしようかと思っているので、はい、はい、今日は、ちょっと旅行に関するニュースです、はい、オーストラリアのお話なんですけど、はい、オーストラリアの、メルボルン空港を見て、ドバイからの便で到着して手荷物検査を実施していたんですけど、はい、なんかある男性のポケットから鳥の卵2個が入ったよう
陶器が発見されたんですね、うんうん、なので関税の職員さんが別室で身体検査をしようってことになったんですけど、はい、うん、なんか他にどんなもの入ってたと思いますか？卵と栄養剤、なんかもしかして、はい、こう筋肉ムキムキの鍛えてる人とか、プロテインとか、うん、ねえ、なんか、うん、怪しいですよね、うん、で調べたんですけどそしたらその男性のズボンの下から見ると、うん、あの生きた鳩がでなんかあの2羽パタパタ、その卵はニワトリじゃなくて鳩の卵、鳩の卵だったみたいです。入っちゃったんだ。はい、すごいな。なんかあのその鳩がズボンの中に珍しい鳩を隠し持っていたみたいな。オーストラリアって生き物とかちょっとうるさいですもんね、食べ物とか持ち込みが。そうなん、うん、そうみたいですね、うん、あ、隠して持ってきた。あったかくて帰っちゃったの？あ、卵と、うん、卵から帰ったわけじゃなく親かもしれない。あ、親かもしれない。産んじゃった卵みたいな。産んじゃったもしかして。空港で手品してダメだと思います。マジシャンなんですか？なんか一応ハト出てきたら手品みたいに、野生動物の持ち込みは日本円で約630万円の罰金が受けられる。すごい、そんな高いんだ、はい、うん、なので皆さんこれからの夏休み海外旅行に行くときは野生動物を持ち込まないように万全の注意を払いましょう。いや大事なこと言ってるよね、はい、ね、はい、そこだけ受け取った。そう、あとはなんかこれ出てくだらなくないっていうか、なんかそういう面白さはないんですけど、はい、と先週のライブドアニュースです。と映画の明日にかける橋、1989年の思い出という映画に、鈴木杏さん、板尾創路さんなどが出演することが分かりました、はい、この日の、この作品の監督は朝日の当たる家、芳根京子さんが主演の朝日の当たる家や、常盤貴子さん主演の、あ、失礼しました、芳根京子さん主演のひまわりの丘1983年夏や、常盤貴子さん主演の朝日の当たる家などでを発表している映画監督さんです。こちらなんですけど、はい、私もこちらの作品に少し出させていただけることになりました。そうなんですね、重要じゃないですか。ね、なんか重要なこと書いてありますよ、そこに制作にご支援お願いしますって書いてありますよ、はい、それいいんですか？そうですね、そうですね、こちらが市民の皆さんで作る映画で、なので支援を市民の皆さんから、うん、はい、募っているそうです、ね、ご支援お願いしますってことでね、はい、はい、はい、じゃあ YouTube の皆さんにもね、応援お願いしたところで、はい、はい、今日もありがとうございました。企画にもさっき驚いちゃったよね。普通のリアクションしちゃいましたね。1本取られた気分だね。あ、面白かった。なんかちょっと不思議な感じです。不思議でしょ。楽しみなの、ね、はい、なんか、では、はい、続きましてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。楽しみですよ、はい、今日マイク自分の持ってまいります。すごい、お天のマダムこと筆跡しましたの石田智子です。よろしくお願いいたします。その大きさは自家製ですね、はい、そうなんですよ。実はもう今日ね、あの前回ですね、参加させていただいた時にキリンさんがなんかね体調を崩されてたっていうことで、やはりあの夏にはね、夏のお野菜、やはりそれは体に効くね、いいものありますから、家で採れた我が家のプランターです。プランターのプランターですか？
ですよ、畑じゃなくて。そうなんです、すごいですね。まあ、これと、まあ、トマトをちょっとね、プチトマトなんですけど、たくさんお土産でちょっと持ってきましたんでね、ぜひぜひあのそれ食べていただいて、もっと元気のパワーをつけていただきたいなと思います。そうなんですよ。で、私なんか入ってきましたらね、皆さんに日焼けしたって言われたんですよ。で、なんか私の風景を見ますと、皆さんなんかあのマダムなんていうね言葉も使っていただきますし、まるでバカンスみたいな感じなんですけど、あの普段農夫ですから、あの畑焼けっていうんですかね、ちょっとマダムらしからぬ手なんですよ。そうなんですよ、はい。で、あの本題の方に、私もあの本職がございますので、その話をちょっとさせていただきたいなと思うんですけども、はい、実は前回、2週間前ですね、これもう一度皆さん思い出していただきたいんですけど、違います。この文字から実はあの今ね、ちょうど夏真っ盛りということで、はい、まあ、前回お邪魔した時にはキリンさんが体調崩されてたということなんですけど、実はそれがしっかり文字に出てるんですよ。皆さん夏バテってされてないですか？それとかあの体調が悪いであったりとか、精神状態でもストレスを抱えてる時って文字に出るんですね。実はあの前回もお話しさせていただいたんですけど、文字というのはその時の心理状態、その時の環境であったりとか、あの自分の行動パターンがどうなってるかっていうのを見るのにすごくいいものなんですよ。で、その中で実は健康状態っていうのが実は分かるんですが、何がどこで分かったかって言いますと、実は私これ今日ペンを持ってまいりました。胸から出しますが、あのペン、どこが分かるそうなんですよ。実はこのお名前に出てたんですよ。キリンと書いてあるお名前のところなんですよ。これよく見ていただいてよろしいですか、皆さん。キリンと書いてある文字です。リンのところの中の口が潰れてるの分かります。それと漢字というのは辺と作りがあって、左側と右側、まあ、もしくは3つ重なったりとかしてるんですけども、その一つ一つの文字がぶつかり合って狭くなってる状態、わかりますよね。ミッチーナさんは全然違います。もうゆとりのある大きな文字を書かれてる、ね、文字の大きさも全然違うんですよ。のんきな感じだよね。ということはどういうことかと言いますと、この時の状態でいうと、もうミッチーナさんは元気はつらつっていう感じなんですよね。ところがキリンさんは文字が潰れてるということは、何かに抑圧されていたりとか、ストレスをたくさん抱えてたりとか、喉なんです。もう大事なところですよね、お仕事柄。そこがすごく出てたんです。こういう時というのは、ご自身も字を書かれている時に、あの文字が潰れちゃってたりとか、開けなきゃいけない部分ってありますよね。口だったら口の中が開いてなければいけなかったりとか、文字と文字の間っていうのも、やはり間が開いてなければいけないところがぶつかり合ってしまったりとかしている時というのは、体調が悪かったりとか、例えばストレスを抱えてたりとか、もしくは今気がつかなくても徐々に体の中に何かの負担がかかってるよっていうことなんですよ。そうなんです、そうなんです。で、そういうサインをご自身がこれ知ってるのと知らないのというのは大きな違いになります。で、特になんですけども、実はあの我が家は、家庭でね、実はあの学習塾をやっていて、お子さんの今夏休みの夏期講習真っ只中なんですよ。その時の文字診断をしますと、ストレスが半端ないのが中学3年生なんですよ。もうラストスパート始まりですもんね。そういうところをちょっと親御さんとかも気づいてあげるっていうことはすごく大事なことだと思うので、ぜひぜひそこをね、ちょっとポイントにしていただきたいと思います。また次回はね、別の部分からの視点からお話をさせていただきます。今日ね、夏バテ防止のところですから、若干いくらよろしいですか。キリンさんが復活が早い理由が一つあります。それちょっと気になるなりますよね、はい、これもう一つこの文字にまた出てるんです。これもう一度よく見てください。キリンという文字ね、実はここに羽というものがあるんですよ。羽、ね、わかります。跳ね上がる部分が強くかける人は復活が早いです。上がりが、はい、折れても折れても、はい、なるほど。ですが、はい、潰れてる文字を書いてた時に体の調子を見ていただいて、羽が弱かったら長引くと思っていただいた方がいいです。そこを皆さんポイントに字を気をつけていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。なんかこれ聞けば聞くほど興味が湧きますね。気づかされることが多いね、本当にね。素晴らしい、はい、今日も素敵な情報、ね、ありがとうございました。はい、色のある暮らしが
心を豊かにしてくれる。旬な食べ物や季節ごとの習慣、空にも色がある。月の満ち欠けのように巡り来るものを受け入れて楽しむことができたなら、もっと色鮮やかな人生になるのではないでしょうか。関口喜美子がお届けする四季折々七色物語。皆さんこんにちは、関口喜美子です。道田さんよろしくお願いします。はい、喜美姉でございます。よろしくお願いします。また今日は艶やかでらっしゃって、ありがとうございます。前回1回目がですね、14日の金曜日ですね、同じ時間帯に、コーナー担当させていただいたんですが、はい、1回目は、ひまわりということでお届けさせていただいて、しかも掛け声で笑っていただいたんですが、喜美子 100% でお届けをさせていただきましてね、どういう 100% なのかっていうとですね、私ナレーションの仕事をしていまして、喋るのがお仕事なんですね。なのでこうギュッとそのいろんな要素をね、ギュッと詰め込んでお話をさせていただきました。そうですそうです。今日はね、2回目からはこうしてみちねさんとね、対話方式でお話をさせていただきながら、このね、四季折々七色物語は色彩をテーマにしておりますので、皆さんに色彩をトーク形式でお届けできたらなと思ってます。では道那さん、はい、夏といえば何でしょうか。夏といえば、はい、花火。ありがとうございますもうじゃあもう早速参ります。本日の色彩はこちらです。いかがでしょうか。花火、花火でございます。ありがとうございます。なので本日浴衣を着てまいりました。綺麗ね。はい、満員電車を浴衣で朝の、ね、すいません、皆さんに帯を潰さないようにしっかりしていただきまして、これ、ね、本当に後ろもすごく帯綺麗なのよ。そう、ほらこれ自分で君ね着るの。もちろんでございます。すごい、朝から必死に汗をかきながら、ね、でも今日涼しいですよね。比較的 ね、とっても良かったですね、うん、そんな中でね、今日はね、花火をせっかく見るんだったら、うん、皆さんぜひちょっとした予備知識を持ちながら見たらもっと楽しめると思いませんか。言っていい、はい、私今まで一回も花火見たことないの。ちょっと待った時間が足りないんじゃない今日これじゃあ。ちょっと本当ですか。本当、教えてくれる。もう喜んで、私も花火が大好きで、まあ、ね、皆さん今ね聞いていただいてるじゃないですか。これ実は私、うん、先日この番組のために、そして大好きな花火を見て、うん、実際に私が撮ってきた音源でございます。本物。はい、そうです。あ、先日足立の花火大会がありまして、うん、見に行きまして、皆さんにねこうやって声も聞きながら花火の音も聞いていただきながら番組ができたらなと思ったんで、一言も喋らず楽しいのにね、楽しい花火、たまやとか言いたいとかね、わーって言いたいのに一言も喋らずと。さすがプロ。そうです、ね、そこでマイクを持っていこうと思ったんですが、そうするとね趣旨が変わってきてしまいますので、ちゃんと携帯でこうしっかりね撮りながら花火を、でもすごく臨場感があって、はい、ぜひね、映像でね確認していただいている方はね、音が聞こえないかもしれないのでね、アプリで落としていただいて、音も聞きながら聞いていただけたらと思います。そうですね、花火もですね、実はね、はい、道那さん、はい、流行りスタイルがあるのご存知ですか。え、形とかそういう色とか。そうなんです、音もあるんです、実はオープニングで聞いていただいた、うん、ヒュードン、なんかその懐かしい感じよ、それ昔からのね。そうです、そうです。これヒューっていうのって笛だってご存知ですか。花火が上がる時の転換音だと思っている方が多いんですけど、うん、これ実は笛といって、あえて花火につけている音なんです。
花火が吹いてんの？そうで、花火に音をつけて、笛をつけていて、音をあえて鳴らして、花火が弾けるまでの皆さんのワクワク感を煽るためにあえてつけてるものなんですね。言われてみればワクワクするよね。そうなんです。でもですね、最近その流行り廃りの話でですね、うん、最近はスターマインというもの、音楽と花火をコラボレーションした花火があるんですが、それを主流としてですね、花火大会はやられているので、いわゆるヒューってやったところで音楽が流れてると聞こえないですよね、うん、なので最近はヒュードーンという風流な音をあまり聞かなくなってきてしまったんですね。私好き結構。そうですね、私も大好きで、あの、まあ、スターマインの中でもヒューって言ってる時はあるんですが、音楽とのコラボレーションするとどうしてもちょっとね少なくなってしまうのが現状で、それとですね、私が今回皆さんにこれをぜひおすすめしたいんですが、はい、ですね、花火の色って皆さん気にされますか？あ、でも色はやっぱり視覚から入ってくるので、はい、結構私はあの見るな。そうですよね、うんうん、何色が印象的ですか？でも好きな色がやっぱりあのピンクとか、うんうん、白とか、うんうん、かな。そうですよね、うん、カラフルな色っていうのが花火の中でもね、うん、皆さんの頭の中にも、ね、すぐ浮かぶ色だと思うんですが、うん、私が今日皆さんにお伝えしたいのは、原稿がどっか行っちゃってますが、うん、ですね、昔ながらの日本古来の江戸時代からの花火がリバイバルブームを何年も前からしていて、花火が最近上がっているのご存知ですか？花火もリバイバルなんだ。あるんです。今多いよね。多いんです。江戸時代の頃にあの上がっていた花火なんですが、その花火はですね、今言ったカラフルな花火というのは花火に色をつけているんですね。へー。そうなんです。そうではなくて、昔ながらのそのご紹介した花火は和風の和に火と書いて、うん、和火という花火です。あ、なんか素敵。そうなんです。日本古来の花火で色をつける前の花火なんです。いわゆる、燃焼した時の、燃焼した時の花火の色なんですが、うん、一番分かりやすく皆さんにお伝えしますと、うん、線香花火の色です。うん、暖かな、はい、暖かな銅の色というか、そのあったかい奥深い色なんですが、その色をですね、表現してこう上げた和火っていう花火がすごく最近は私はおすすめで、でも好きかも、うん、すごい素敵なんですよ。みじな昭和大好きだから本当ですか。あの、暗い闇の中に浮かび上がると奥深い色でとっても素敵なんですね。で、あの、日本古来の、あの花火ですので、お三味線の、ね、お曲とかと合わせたり、お琴と合わせたりとかして、花火を、ね、楽しむことができるスターマインでもあるんですね。花火大会の中でも、品評会みたいなものがありまして、和火でその品評会でスターマインで賞を取られたりもしているような花火なんですね。ぜひこれからも、ね、花火は見るだけではなくて、こうやって予備知識を持って見に行くとさらにもっと楽しめると思うので、でもすごく今日だけでもだいぶ本当ですか、うん、覚えました。ぜひあの色にも音にも、あの注目を置いていただいて、楽しんでいただければと思います。 あれは和火の花火ねとかって言いたらいいよね。はい、さあ今日もいかがでしたでしょうか。あ、お勉強になりました。楽しかった。ありがとうございます。こうやってあのいろんな、ね、お話をしつつ、あの私のお仕事でもあるナレーションなんかも、ね、混ぜていって、皆さんに ね、 あのね、お話なんかもお届けできたらななんて思うので、よかったらまたぜひ聞いてください、楽しみにしております。ありがとうございます。関口紀美子でした。ありがとうございました。Gentlemen, welcome to Crystal Studio Live and TalkHisaka on stage. Please welcome International Diva Hisaka. White seashore, a song of seagulls, scent of summer, merging with
to the ocean. Remember to dream, just you and me. To reach high, to reach the sky, go beyond the sea. A surface of water.ドライブしてる時にこうガンガンかけて行きたいなっていう、そういうイメージで書きました。なんかあっちの向こうの方に
なんか行きたい時に、うん、説明できないかもしれない。あっちの世界に行きたい。何が言いたいかっていうと、なんか広いほら世界のさ、うん、なんかやっぱ広がりだったりとか、うん、なんか奥深さとかそういうものをすごく感じるなって思って聞いてたので、ね、嬉しい。なんかまあカナダの、ね、土地柄なのか、うん、なんだろうな。本当にあの、うん、でもね、実はこれ私の、まあ、田舎が、うん、あの福島なんですけど、うん、福島の海をこう小さい時にね遊んでたこう太平洋の海を、ね、思い浮かべながら描いたんですよ、うん、子供の頃だからとっても夏休みってすごくワクワクして、なんか何でもできる気がして、うんうん、そういうこうちょっと夏の晴れた流動雲とかね、うん、こうイメージしながら。いいよね。ありがとうございます。素晴らしい曲をね、ずっとずっとお届けしてくださって、ありがとうございます。ありがとうございましたね。ああ、ね、ありがとうございました。今日で、うん、一回ね、はい。でもあのアルバムもこれからですしね。はい、忘れておりませんね、私は。楽しみにしております。本当に今ね、結構ね、うん、大変です。自分なんかそういう噂はね、聞いている。いろいろ頑張っておりますので何か生み出すのはなかなか大変だと思うんだけどね、うん、ぜひまた努力して、ね、そうそう、皆さんにいいものを届けられるように、うん、来てください、うん、はい、うん、ライブの告知とかありますよね、うん、ですね、うん、まあ、8月は結構地方とかプライベートのイベントが多いんですけど、はい、9月の16日に、はい、銀座のノーバードで行いますので、はい、詳しくはホームページ、うん、そうですね、.net そうですね、ご覧ください、ね、はい、はい、あと CD も、はい、売ってます。ぜひ皆さんライブ会場に足を運んで、そうで iTunes でもね、iTunes でも購入いただけますので、クリスタルはそう、ひさか応援しますのでね、ありがとう、夏バテしないように頑張って皆さんもウーさんもはい、どうもありがとうございました。 Thank you very much for having me. Thank you, bye. ひさかでした。そう、私も英語で言いたいけど、遠くの方にずっと残りてる。ありがとうございます。なんか普段ちょっと実感だと好きです。はい、撮ります。あ、ちょっと珍しい。え、どうした、うん、どうした、やっぱりウーさんつけないとダメかもしれない。ダメ。はい、行きますよ。はい、撮ります。もう一回、はい、撮りまーす。わーみたいな。かわいい通り越しちゃったね。